ガイウス・ワレンス・ホスティリアヌス・メッシウス・クイントスで生まれた。父は後に、ローマ皇帝となる、デキウス。母は、ヘレニア・イトルスキル、ラであり、父・デキウスの共同皇帝となったヘレニウス、エトルスクスが兄にあたる。249年、ピリップス・アラブスを打倒したデキウスが、後継のローマ皇帝に即位すると、ホスティリアヌスは皇帝一族となったが、ヘレニウス・エトルスクスが、 後継皇帝として偶されたのに対して、ホスティリアヌスはヘレンニュースの、さらに、公認の立場となった。251年、デキウスはヘレンニュースを共同皇帝に即位させ、ホスティリアヌスはプリンケプスユーエントゥティス、プリンケプスアイボントゥティスとして皇太子の地位に上った。デキウスはヘレンニュースと共に、ドナウ川流域の帝国属州を襲撃していた。 ゴート族を撃退するために申請したが、ホスティリアヌスは母ヘレニアイトルスキルだと共に、ローマへ残った。なお、この際にヘレンニアがホスティリアヌスの摂政となった。251年6月頃、アブリッドスの戦いで、ローマ軍は、ゴート族の軍に敗北し、デキウスとヘレンニウスが共に戦死した。アブリッドスで敗北した後にデキウスが率いていた、軍はも、 エシア属州総督であったトレボニアヌスガルスを皇帝として擁立。ローマでは皇太子、ホスティリアヌスが皇帝に即位した。帝国内に二人の皇帝が並立したことから内戦の恐れが生じたが、突如発生した薬病にかかってホスティリアヌスは死去した。ホスティリアヌスの死後、トレボニアヌスは息子ガイウス・イビウス・ォルシアヌスを共同皇帝とした。ありがとうございます。